然です、キノピオから来ました。ここがキノピオのチャンネルですか？私をキノピオと思ってくんでやめなさい。私だってね、いっぱい頑張って配信してんだよ。いっぱい頑張ってどうしたら面白くなるかなとか考えてきてんのに、キノピオって言われたらキノピオめなるんだよ。はぁ、いいよ、今ならアスミ何でも答えてあげるわ。何、いいよ、アスミ質問コーナー、はい、どうぞ。彼氏いるんですかって質問はやめてください。いないんで。好きな髪型、マッシュ。次、なんでキノピオなんですか？ははは、ほはは、なんで彼氏いないんですか？何カップですか？あ、V スポ公式の、アスミの胸一覧、アスミさんのカップ数 WA って書いてありました。何ですか？胸がないとダメなんですか？逆に君たちは絶対に女に求める条件2つ選びなさいで、おっぱいが入ってくるんですか？それはとんだ変わった趣味してますね。一生おっぱいに呪われればいいのに。入ります。やだ、体下見て。どうせ1顔におっぱいって言ってるタイプの付き合ったことない人じゃん。指輪な女に。なんでスパレジェ出さないんですか？いや、こちらが聞きたいです。なんで出さないんですか？なんで出ないんですか？逆に、なんで私今こんなにお金溶かしてるんですか？ナスビヘア、黙るよ、タラコおにぎり。うるせえ。アスリ割と足早かったよ。今そんな速くないけど、学生の時ね、一番最高記録 7.6 とか。空気抵抗少ないからな。はーん、え、だから何なの？だから何？だから何なの？関係ねえだろ。そういう問題じゃないですから。学生の時の方が乳あったし、今より乳あったし。しぼんだの？なんかもうちょっとさ、言い方ってもんがあったんじゃないのね。やめてくれる？女の子に、じゃ、お前は仮に彼女ができた時に言うんですか？なんか、やばい、なんか私、父亡くなったかもって、真面目に悩んでる彼女に対して、お前は彼女に、しぼんだの？って言うんですか？そんな心ないコメントを。彼女できないし。なんかかわいそう、ごめんね。でも仲間だからさ。あ、痩せたわ、ガチで。そう、高1の時が体重マックスで154センチの50キロぐらいあったんだけど、今155センチの40前半だから、高校をきっかけに7キロ近く落ちた。7、8キロ落ちたんだ、体重。やだー、惜しい。明日から、明日から多分1ヶ月寝込む。